勝戦だぜー。決勝の相手はオランダか。大谷世界にアピールしてこいよー。チャンピオンシップベースボール決勝戦の模様をお送りいたします。日本の先発は右の大谷、対するオランダの先発は右のヨング。以上の両先発、さあ歴史に名を刻むチームはどちらか。まもなくプレイボールです。世界一だー。ついに世界一の栄冠をそれぞれつかみました。歓喜の瞬間です。お前は全然変わらねえな。風はボケ。ふん、もらっておいてやる。これお前らが持って帰れ。今日は願いがこのブルースタジアムで結実しました。最高の世界一だぜ。見事世界一となった日本、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。さあいっか。メジャーでは荻野組と松井が活躍しているようだな。ブラックタイガースブランドを少しずつ進化してやろう。日本見事世界一の、かなりベスト9選ばれたな。投手は2000億位だぜ。 MVP は草野か。国母首位打者だったんだな。むむ、オースティンがどっかの球団に転生してる。臭いぜ。あのオースティンの可能性が高いな。2000億位すげー。大谷最多奪三振か。2000億位やでー。なんだこいつ。2000億円フル回転だぜー。防御率的にヌッスしただけじゃねえか。なんのことかな、はははは。開幕前に留学選手が帰国。大曽根は変化量はカーブだけだったか。七野はミートビーに乗らなかったな。こいつはリリーフでいけそうだな。カミソリシューターの生き残りとして期待してるぜー。七野は特能もつけていきたいな。こいつは今年の途中からショートで使うぞ。過剰が衰えてきてるからな。134年目のシーズン、オーダーを発表するぞ。1番センター、七野。2番レフト、大谷。3番ライト、鈴木。4番サード、岡本。5番ファースト、佐野。6番キャッチャー、古田。7番ショート、松井。8番セカンド、小久保。続いて投手陣。先発調子次第、小山。先発調子次第、村山。先発調子次第、西名。先発調子次第、荻野。先発調子次第、藤浪。先発調子次第、大谷。中継ぎビハインド、前田。中継ぎビハインド、久保田。中継ぎ接戦時、大曽根。中継ぎ接戦時、奥井。セットアッパー、鵜飼。セットアッパー、草野。クローザー、モイネロ。村山横浜キラー来たー。ノーノーか？ノーヒットノーランだー。ここ数年は毎年ノーノー出てたんだな。チケットガチャの時間だー。今年もライマルはいねえのか。他球団に取られる前に出てきてくり。とりあえず A ランクは取ってやる。こいつは特能次第だな。3球種持ち出しワンチャンあるぞ。こいつも同じだな。どんな能力か楽しみだぜー。ドラフト選手の能力。山内パワヒはついてないのか。
まあ留学に出せば基礎能力の見栄えも良くなりそうだな。森は気持ち直したぞ。赤徳満載で育成にしたが青徳は悪くねえな。森は騎士杯火災登録目指して頑張れよ。堀野は高卒では悪くない能力だぜ。こいつは数年後リリーフでいけるだろうな。今シーズンのこのお時間、今年の相手はロッテか。西名が抜けたのにロッテは頑張ったんだな。千葉ロッテマリーンズ対阪神タイガース日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。マリーンズの先発は幕張のノーヒッター中里、対するタイガースの先発は期待の逸材小山。この両逆転勝ちだー。ギリギリじゃまだまだだな。さて本日の圧勝だぜー。また佐野か。佐野大活躍だぜー。これで大手だぜー。大谷よくやった。さて本日のヒーローは大谷。今日は負けたか。明日勝って決めろよ。さよなら日本一だー。劇的な幕切れで日本一に輝きました。歓喜の瞬間です。329、330、331、332、334。今年から出始めた平野と国久保は活躍したようだな。ショート七のセカンド国久保の新二遊間コンビになったぜ。これからさらに期待しているぞ。ボンちゃんも頑張るんやで。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となったー。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。世代交代も徐々に進行中だ。まだ出てない理由のロケミテイはバンバン出てくるんだな。日本シリーズ優勝決定戦、去年より一つ勝ちが減ったけどがっちり120台をキープ。悪くないな。防御率は悪くなったか。ダルビッシュは衰えてたが防御率は良かったからな。打率はさらに良くなったぜ。メンバーを変えた割に上がったんだな。セカンドとショートダメだったか。まあ変わったばっかだったからな。岡本はまた二冠王止まりか。今年は古田に首位打者を取られたか。三冠王の敵は自チームにありなんだよな。大谷最多奪三振取ったか。大谷おめでたし。MVP は二冠王の岡本だぜー。新人王は関係なし。小山村山の差は村賞争いだな。この二人は安定してるからな。上位はうちの投手陣で独占だな。アースカウト発掘力 S になったが下がったか。平野はかなり活躍したな。七のショートで使ったから出番ができたな。大谷はまあまあだな。岡本と佐野と古田は全員三冠王のチャンスありそうだぜー。国母はセカンドで使ってみたがまだわからんな。セカンドはポンちゃんもいるしな。有能転生選手が来るかもだし、しっかり頑張るんやで。西名は移籍1年目から20勝か。20勝カルテットまであと少しだったんだな。リリーフ陣もしっかり結果残してるぜー。
リリーフは世代交代を進めねえとな。大谷今年は防御率が悪かったんだな。打つ方は復調したのにな。選手の契約公開。こいつは使えそうだから残留だ。短期なら全然使えるだろうしな。前川は引退。今までお疲れさんだぜー。クスキは首。まあ出番ないだろうしな。高浜も首。あまり育たなかったな。小寺は引退。今までありがとな。島崎は首。二刀流祭り要因だったけどしゃあない。以上だ。さあ有能天聖選手出るかな。見ていくぞ。こいつ強いな。モブならかなり優秀だな。遠藤だー。こいつもまあまあ転生してくるよな。ただリリーフ適性だけないんだよな。なかなかいい高卒投手。抑え専門家。このショート悪くねえな。ただ特能意が多そうだな。外野ならまあまあ。特能はいいな。稲葉だー。思ったより基礎能力低くねえか。ミート B しかないのか。大卒でこの基礎能力なら微妙かもな。他にいい転生がいなければって感じかな。こいついいな。複数ポジション守れるのも大きいぜ。
池山だー。また転生してきたか。カズオは衰えたし、引き野の年齢を考えたらちょうどいいかも。確かにありっちゃありだな。ドラフト1位は池山だ。ブンブン丸かもん。遠藤の方が人気なのか。3球団だぜー。これだ。ふん、ナイスドラフト2位はこいつ。バランスのいい大卒外野手か。ドラフト3位はこいつ。ノビディなのはでかいぜー。以上だ。ブンブン丸しっかり育てていくぞー。こいつは留学に出してからだな。次期ショートのレギュラーとして期待してるからな。こいつはどこまで伸びるかだな。しっかり成長してくれメンス。あと一球種覚えさせるぞ。真中は高卒だからじっくりだな。遠藤は横浜か。しっかり育てば FA で拾ってやる。稲葉は日ハム。こいつこっちの評価だと能力良さそうだな。まあそれでもうちの状況的に池山だっただろうけど。国選手はなし。広瀬メジャー行くのかよ。広瀬マジか。まあまだ能力は全然いけるな。36歳でこの能力なら活躍できるかもな。元うちの選手として恥じない成績を残してこいよ。これでメジャーリーガー派3人になるんだな。広瀬頑張ってくるんやで。さあ FA だぜー。いらんな。球速だけだな。こいつも同じだな。球速だけか。青徳と赤徳が一緒でわろた。勝敗も同じだな。成績は悪くないな。負け越しか。青徳はいいけどな。赤徳がな。波が激しそうだな。まあいらねえな。今年は大したことなかったからな。保証はこんな感じだ。巨人ががっちり補強したのね。ちょま、お前この前出てこなかったか。マサルさんクビになるの早すぎやしませんかね。こいつは確かに年齢が高かったが、それでも早すぎだろ。衰えてるわけじゃないしな。むしろ全盛期だぞ。グレシャムまたかい。お前は威圧感つけたから出さねえって言ってるだろうが。てかシレット18番つけててわろた。おいふざけんな。アデルも帰るのか。お前は赤徳持ちだから帰っていいぞ。マサルさん来たー。リリーフでなら使ってやる。よかったな。グレシャムもよろしくだぜー。他はこんな感じだ。
留学は古元と山内を。メキシコリーグだ。若手はしっかり育つんやでー。さあ今年もがっちり120勝以上頼むぞー。次期ショートとして高卒の池山を確保できた。坂本レベルが出てこない限りショートは池山になることだろう。続く